ゴーカーチャンネル。それからここら辺のもう操作系は他のボルボとほぼ同じ。ただここら辺のスイッチ類の多少の配置は V60 などとは異なっているのが、違う点ですね。それともう一つもうボルボで話しておかなければいけないのはやっぱり安全システムです。自動緊急ブレーキ、それから長距離ドライブで大変有効な ACC アダプティブクルーズコントロールが、これももう、V40 という小さい車にもしっかりと装着されています。これ実はボルボのいいところは停止状態でこのアダプティブクルーズコントロールを機能することができるんですね。で他のメーカーではですね、止まった状態でできないものがあるんですけれども、 ACC というのはもちろんこう高速道路を淡々と走るときにもですね便利な機能の一つではあるんですが、渋滞に入ったからこそですね効かせたい場面があるんですね。ブレーキペダル、アクセルペダルをこう行ったり来たりするよりももうあとは車任せにしたいという時があるんですが、一部のメーカーではですね止まった状態で効かせられなくて、なんかついててありがたいような残念な気分になるような時があるんですけれども、ボルボはそういったところは全くなくてですね、止まったらしっかり効くと。これはもう私、実際にユーザーとして使ってますから、これは本当に、便利だなというふうに思う点が、多々、ございます。今ハイドリングストップからの再始動もですね非常にこう滑らかで、このあたりも、ボルボは熟成が進んでいて、いいなというふうに思います。今乗っている試乗車がですね実はオプションがいろいろついていまして、ガラスルーフ、パノラミックガラスルーフがついていまして、これ実は開けることはできないんですけれども、面積が大きくてですね開放感のある、ドライブができるって言いたいんですが、実は前席に乗ってるとあんまりこれがありがたみがなくてですね、後席に乗るととってもこれは気持ちいいんですが、前席に乗っている分には多少車内が明るいかなという程度で、開放感を感じるというほどのものではありません。わりかしガラスのスタートする位置が後ろというのもあると思うんですけれども、こういう風な形になっています。でこれはもちろん電動で、閉めることができるんですが、まあ、今ちょっとカメラがついているのであんまりやりたくないんですけれども、まあ、このようにしてですね、これは珍しいです。前から後ろに閉めるという、よくあるのは後ろから前に閉めるというパターンが多いんですが、この車の場合は前から、後ろに閉めると、これは電動で、操作することができますので、こういうのはとても、気持ちよく容易に、操作をしていただくことができると思います。でもう一つこの車インスクリプションというグレードには標準装備だそうですが、ハーマンカードンというですね、高級オーディオ、プレミアムオーディオと言った方がいいんでしょうか、それがついています。でこれもそのドライバー席だけがいい音にしたり、全体をいい音にしたり、後席だけをいい音にしたりというようなチョイスができるようになってたりですね、大変こう、細かい調整をするようなことができるのも面白い部分です。このあたり少しこう曲がりくねったところで若干路面もざらついてはいるんですけれども、ざらつきはまあそれほど不快なほどではないんですけれども多少は感じますね。こういうところでも全然そのパワー感の少なさとかは全然感じることがないです。結構ゆとりがあります。今のようなちょっとこう細かいギャップが続くときには若干乗り味が硬めかなと、硬めっていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、もう少し、足回りで吸収がしっかりできたらいいなというふうに思います。これは16インチの、ホイールの方が個人的には、マッチするのではないかなというふうに思っています。このインスクリプションは革シートがついていますので、もちろんシートヒーターもしっかりと用意されているのも嬉しいポイントの一つですね。それからまあ先ほど言いましたアダプティブクルーズコントロール以外にも斜め後方の視覚を教えてくれる、ブリスと呼ばれるもの、それから、まあ、もちろんバックカメラもついていますし、リアクトラフィックアラートというですね、
駐車場から後ろに出てくる際に、通行車両がいないかどうか、いたら警告をしてくれるというような機能もしっかりとついています。まあ、全体的に乗ってみて、まあ、その V60 との比較をするのもいいかと思うんですが、V60 はどっちかっていうと、こう癒し系と言いましょうかね、スポーツ性能をそれほどこうアピールしてこないんですが、この V40 に関しては結構このスポーツ性をアピールをしてくるような印象がまず大きな違いだと思います。これはでも T3 との、違いでもありますね。 T3 の V40 に乗った時には、結構こうゆったり乗るのに気持ちよかったんですが、やっぱりこの D4 っていうのは、V40 の中でもよりこうスポーティー性とかグランドツーリング性能を、提供している一台なんだなというふうに感じます。 T3 とは随分フィーリングは違いますね。で、長距離を乗って極力燃料を節約したいとか、長距離乗ることが多くてですね、結構こう旅をすることが多いっていう方はこの D4 はなかなかいいなとは思うんですが、毎日の足に使うとかですね、まあ長距離乗るのも年に数回しかないよという方は、実は私はこの D4 よりも T3 の方がいいのではないかなというのが個人的な印象でした。で、もしこの、本国にあるですね D3 とか D2 があると、それはなかなか、毎日の足として乗る年にも、ぴったりかなというような印象がございましたね。乗ってて、気持ちいい車ではあるのですが、同じ V40 でも D4 と T3 では随分こうベクトルが違うんだなということが今回の試乗で感じた大きなポイントでもありましたね。ぜひやっぱり V40 人気の車ですから検討されている方も多いと思います。そういう方はぜひこう T3 と D4 を乗り比べていただいて、でまたさらに T2 というものもありますからね、その T2 などとも比べていただいて、本当に自分はどれが一番マッチしているのかというのをしっかりとこう把握して選んでいただくのがいいかと思いますね。まあ、この D4の動画をご覧にいただいた方はぜひ T3 の方の動画もご覧いただいて、違いをまず予習してからそのディーラー行っていただいて、体感していただくのが一番いいかと思います。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。はい、車の豆知識をご紹介する車豆のコーナーです。今回は、まあ、最近流行りといいましょうか、どんどん技術が進んでまいりまして、トランスミッションの多段化についてちょっとお話したいと思うんですね。で、私の今隣両隣にあるのはランドローバーのディスカバリースポーツですけれども、この車にはなんとですね9速のオートマチックトランスミッションが採用されています。で、まあそうですね、2000年頃にはまだ4速のオートマチックが当たり前だった時代ですね。で、ちょっと5速がついてると、あ、いい車だなと思ってたんですが、それが高級車を中心に6速になり、さらには7速になり8速になりという具合で増えてたんですね。で、まあ、実際のところなんでそんな多段化がいいのかというとですね、やはりその、本当はその無段変速機 CVT のようにですね、無段で、エンジンのおいしいトルクの部分を取り出せるようなギア比があるといいんですが、まあ、そうなると大きいエンジンにはなかなか搭載できないといった不具合もございます。そういうことで、まあ、ギア比というかギアがですね、たくさん選べるチョイスがあればそれだけエンジンのおいしいトルクを得ることができやすいというようなことで、まあ、この AT の多段化がこれぐらい進んでいるわけですが、まあ、逆にですねマニュアルモードでしようと思うと操作が多くなって大変だなと思うこともなきにしもあらずですけれども、しかしこれぐらい AT が多段化になってもですね、変速ショックもほとんど感じずに滑らかに走ってくれるというのは本当にこのトランスミッション技術のですね進化、これが素晴らしいものだということをここ最近の車に乗って痛感いたします。